年に入って、まあ、ハワイに1ヶ月練習しに行って、まあ、練習するにあたってはすごいいい経験にもなったし、経験を踏まえて、まあ、今年の一番最初の試合である、まあ、世界戦が、5月の終わりからあり、 WCT 選手もたくさん出てくる中で、まあ、この試合が全くなかった期間にどれだけ、まあ、自分が練習したりとか、まあ、努力できたかなっていうのをそこで、見せれる時かなとも思いますし、まあ、その試合が終われば WKS もどん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 、まあ、始まってくるんじゃないかなって思うんで、まあ、世界戦でいい結果出してそこで、まあ、勢いつけて、まあ、その後にある試合に向けてまたどん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 いい結果出していけたらいいなと思っています。試合がこうない期間が続いたので、そこでまあ YouTube を撮ったりとかして自分のまあ日常であったりとかサーフィンとか趣味とかをまあ動画にして、それをまあアップするようになって、まあ試合が始まれば試合の動画だったりとか、まあ本当にいろいろ考えて、まあ皆さんにまあできるだけ面白い動画をお届けできるようにしています。そちらもチェックしてもらえたら嬉しいです。